時間が足りないとこありますか？でしたら、このビデオはあなたのためです。時間はない。時間は足りない。というのことは結構ありますね。特に自分も内向的の対人恐怖症者だった時にはものすごく時間が足りなくて、自分はゲームもやったりから自分を隠したりしたことがあって、だから自分はあまり生産性が上がらないということも結構あった。気づいたら時間はない、気づいたらもう夜中だねって思われる方がいるのでかもしれませんね。でもどうやってその時間を作るかというと、まあそこらはいろんなツールがあって、で自分が自分のコーチから教えてもらったのツールの一つなんですけれども、無料ツールの TOGGL というのツールですね。 TOGGL というの、TOGGL の TOGGL というのツールですね。 TOGGL というの、TOGGL ですね、のツールなんですけれども、そのツールが何かができるかというと、自分が何やることであれ、自分がそれをこのツールに書き込む。まあ正直自分もお手洗いに向くときには、まあそれも書き込む。で、そう書き込んだら何か起こるかというと、自分が 何時間何分何秒がかかるというのも分かります。で、それが分かったら、まあ1週間でずっとトラッキングして、1週間24時間中でずっと起きて、はい、このツールに開いて、で何か後で起こるかというと、いろんなグラフが出る。でそのグラフでは、自分が何かするのは一番時間が失うかって自分がきちんと分かる。でその時には一番大事のは、本当に自分に対しての嘘つけないことです。自分に対しての正直さ、どんな鼓動であれ全てを書き込む。本当に全てを書き込む。どんな恥ずかしいな瞬間であれ、それを書き込む。これはあなたのため、他の人のためではなく、自分のためです。自分はその習慣を間に受かないから、これはまだ続いてるから。それを間に受けたら、ちゃんと見たら、ちゃんと書き込んだら、どっかに記入したら、この習慣は 誰だって、だんだん直せる。では、リシェイプの皆さん、どこから僕はそんな情報をもらったかというと、それは自分が2年前の自殺の寸前だったのですけれども、まあその時当初は僕は自分のコーチを見つかったんですけれども、そのコーチは自分のこう、自分の狂ってる、まあその狂いの洞窟からを取り出した人です。で、その人なんですけれども、その人おかげで自分は後ではね、もう何百万円を自分の口座に、まあいろんな口座に自分にこれを投資して、まあその投資したおかげで今いろんな知識が基づいてるんですけれども、でも現在は僕はあなたの内向的で対人恐怖症者だったら、僕はそんな方に助けてあげます。いろんなテクニック、いろんな策略を使って、もうだんだん少しずつを、まあ、その6週間の講座で使っておきます。だから今はね、自分は最初のコールは無料化になります。でその無料のコールなんですけれども、もしよかったら、僕はちょっと時間があったんですけれども、下の概要欄でカレンダリというのリンクがあって、でそこで自分との考慮をスケジュールしてください。そしてもしあなたはすごくね、対人恐怖症が抱えてる人だったら、こちらの動画をご覧ください。そしてまたの動画なんですけれども、他の動画もあって、まあ、僕も大体の動画は対人恐怖症などを動画でしますので、もしよかったらそちらの2つの動画もご覧になってください。では次の動画に会いましょう。